ティボー5世は、ブロア博、シャルトル博、シャトーダン博。ブロア博ティボー4世と、ヒマティルド・ド・カリンティの次男。ティボー全領博と呼ばれた。フランス王類7世の3番目の王妃アデルド、シャンパーニュの時系。シャンパーニュ博アンリ1世は2位。中世ユダヤ史資料によれば、1171年に起きたヨーロッパ大陸最初の地の中小を組織立てて、支持した。 教会主催の裁判の結果、ユダヤ人共同体の30人から31人が、火破りにされた。ティボー5世は、シャルトルを第一の居住地とし、死の城壁を修繕した。実刑ンリ1世や、他の貴族たちと共に、老いのフランス王フィリップ2世に対する反乱に、加わった後、彼は、王と和解し、第三回十字軍では王を支えた。 彼は1190年夏に聖地に到着し、1191年1月20日、アッコ包囲戦の最中に亡くなった。最初はシュビーユードシャトー・イコールルナールと結婚。しかし1164年にルイ7世と最初の王妃、アリエノールダキテーヌの次女アリックスと再婚し、7人の子を設けた。ありがとうございます。